東部副都心となる今池、角王山星が、岡寺本山地作は、名古屋市を構成する16区のうちの一つである。区の西部は、名古屋を代表する繁華街の一つであり、東部の副都心である今池を中心とした商業地区、今池の北側は、地作公園や名古屋市立東部医療センターなどがある住宅地区である。区の中部に、池下を中心とした繁華街と、 区役所がある。区の東部は、東山公園、平和公園、星ヶ丘三越などがある。また、名古屋大学、河合塾本部をはじめ、大学、高校、予備校が多い文京地区である。丘料地帯に広がる住宅街基本的には東に行くにつれ標高が上がる。特に、東山公園から平和公園にかけての一帯は、終わり丘陵の端にあたり、 丘陵地帯として知られる。また、角尾山周辺も周囲と比較して盛り上がっている。畜区を東西に横切る愛知県道65名古屋、長久手線を通ると、このような起伏がよくわかる。山地河川古承地質厚多層、東海層群、八ゴト層などからなるが、全体的に歴史である。畜作の花などの縁起の良いイメージから来た、随小地名であるという。 名古屋地方気象台畜さ警察署畜さ消防署、愛知県岸センター、畜さ郵便局名古屋市畜さ図書館吹上ホールちぐさ、スポーツセンター領事館星ヶ丘三越畜さ区は、大学や学習塾などが集積する市内屈指の若者が集まる学生街であり、音楽関連施設や美術館、博物館などの文化施設も多い。文化、 芸能活動が盛んなエリアでもあるため、中京ローカルなどで活躍する芸能事務所も所在している。名古屋大学、アリアーレビューティー、専門学校愛知県立愛知総合高校加工学校名古屋市内に、千佐高校という名前の学校があるが、千佐区内ではなく、名東区内にある。千佐駅今池駅角王山駅周辺名古屋高速2号、東山線春。 岡出入口路線バス高速道路、国道県道幹線道路の道路通称名、南北の道路東西の道路末森城、格王山日、大寺昭和熟道平和公園鍋屋、上野浄水上水道公園、水の丘。ありがとうございます。